はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。今日の動画は何でしょう。久しぶり、おし、ドラえもん秘密道具クイズ。おっすおっす久しぶり、お久しぶりって言おうとしましたお久しぶりクイズって言おうとしましたいやいやいや、急に喋れなくなってるあ、結構やってたやつですね。はいはいはい、うん、あ、いいねいいねいいね、楽しいよね。秘密道具名を言うので、じゃあ効果を当てる方をやりましょうか、はいはい、なるほどなるほど、効果を当てね、当てね、うん、はいはいはい、わかりました、うん、これむずいんだよね、結構ね。で、まあ、完璧当たった2点とかなんかいろいろちょっとやりましょうか。うんうんうん、オッケーオッケー、うん、あー、やっていきましょう。じゃあ行きましょう。では1個目、うん、水族館ガス、うん、水族館ガス、うん、水族館ガス、水族館ガス、水族館ガス、え何それ、え何それ、水族館ガス、水族館ガス、どういうことだ。まあなんかシューってやんだろうなえ、なんだこういうことじゃない、まあ、ざっくり、うん、まあ余裕、まあまあ大体こういうことだろ、うん、余裕とかあんのこれ、大体こういうことだよ。え？すげえ。うん。秘密道具博士。イメージが大事だよこういうのは。え？うん。ちょっともうとりあえず書くか。なんか全然自信ないけど。うん。オッケー。うん。はい。うん、はい。では計算。バーン。そこら辺あたりを水族館にできる。そこら辺あたり。日本語は変ですけど。まあだからシューってやればそこら辺が水族館になるってことよ、うん、はい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 、うん、では高橋さん、はい、水族館ガス、部屋が水族館になる。おお、なるほどね。そう、部屋で、まあ、だから辺り一面なんだけど、でもそのガスが充満しないとできないにしようなるほどね、うん、ケイさんとちょっと差別化ケイさんと差別化どういうこと充満できないってこといや、あの外だとできない。おお、なんで？外だと、うん、いや大気中にファーっていっちゃうじゃん、あれ多分ガスだから、うん、うん、だから効果がない。部屋、部屋だけ、室内、室内、壁とか、だから2点を狙いにこれは。そうそうそう、では正解発表、うん、はい、水族館ガス、うん、このガスをガラスに吹きつけると、あ、どこかの海中の光景がガラスに映し出される。ガラス限定、水族館、水槽のように海で泳ぐ魚の姿を楽しむことができる、うん、ということで水槽が映し出されるって感じですね。そういうことか、部屋がとかじゃないのか。まあでも高さの方がちょい近いのか、ちょっとちょっと近いか。まあで、じゃあ2人いってんじゃない、2人、まあ、いやいやいや、言ってんだけど俺あえて差別化したんだから。1.25、 やったー、計算1、うん、はい、よし、はい、計算、まあでも、まあ、1であんま変わんないと思うけどな、俺と。いやいや、変わる変わる、だいぶ変わったや、だいぶ変わったや。じゃあ確かにな、できなそうだよね。ねえ、なんなら計算外れぐらいでいいよね。計算外れでいいよ、外れでもいいよ。いや、あたりを水族館にする、だからそんな変わんないと思うけどないや、どこでもっつってたや水族館になる、限定してなかった、まあ、水槽ができるぐらいだからなまあちょっと違うんだね、だからね。水族館、別にでもそれは人のなんかのニュアンスとかじゃないのよ、水族館そのニュアンスを当てるクイズだよそのニュアンスでクイズやってんのニュアンスじゃないのじゃないの、ニュアンスすぎない、ニュアンスすぎない、それはさすがに、やっぱニュアンスすぎなくない、やっぱそういうのはさ、やっぱそういうのはさ、なんか対話じゃん、対話で見つけ出す、対話でやっぱやっていくもんじゃんだから対話した上でやってんじゃねえか君が今対話しようとしないよ、それがはい、はい、じゃあ 0.25 でかいぞ、やっぱちょっと細かくいった方がいいな、うん、ちょっと詰めた方がいいな、うん、はい、次じゃあどうしようかな、はい、はい、では、はい、いきます。黄金バット、うん、黄金バット、いやー、黄金ってちょっと広すぎない、広すぎんな、違う、ニュアンスでちょうどちょっと広すぎない俺に言ってんじゃない、ドラえもんに言ってる、ドラえもんに言ってる、まあ、でもドラえもん買ってるだけだからねえ、のび太くんがドラえもんに言ってるかもね、ちょっとドラえもんそれ広すぎるよって、でもそれ未来デパートに言ってくんないとって言ってだからこれ黄金銃みたいなね、バットを
黄金銃ねえ、ダブルオーセブンの黄金銃みたいな。高橋さんだ、酔わないゲームね。ねえ、大酔い。あんな楽しみしてたら1回しかやんないのは寂しい。俺得意だったのに結構ね、ね、あのために加入したのに、ね、加入したのに任天堂の全くやってないからね、酔っちゃうんだよあのゲームマジで。まあわかるわ、ケイさんもちょっと言っててね、ねえ、黄金バット、いやこれいやシンプルなのか、まあ、シンプルでいいんじゃないか。はい、あ、いや違うな、これにしもうちょっとあれの方がいいのかな、ちょっとひねってる気もすんだよな。黄金バット、バットってあのバットでいいんだよな。まあシンプルでいくか。いやでもここら辺までの器用さはないか、ドラえもんに。しれっとしれっと失礼なこと言ってる。え、いやいやちょっとさ、大事じゃん、このポイントがちょっと大事なところがあるからさ、ドラえもんに器用さなさそうだなっていう。手も不器用そうだしね、うん。丸いしね、丸い。こんなシンプルでいいのか。はい、ではKさん、バーン、必ずホームランが打てる。なあ、ホームランまで行くわけね。ホームランまで行くと。うん、ちょっと悩むんだよな、ホームランか球が打てるだけにするかどうしようかなって今悩んでんだ。はい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 、うん、まあ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 、ホームランしとこう、ホームラン、うん、うん、はい、では大石さん、うん、はい、こっちです。おー頑張ったー、てかこれ俺しかやってないやん、これやんないのこれ。やんなきゃいけなかったっけ。そんな注文入ってないよ、入ってないよ、そんな注文入ってないよ。これ注文あったもんだと思ったら勝手に提供してたんだけど。俺しかやってないやんって、やばい、言ってないもん、やれなんて。いや、なんかやる流れじゃん、大体大体やる流れかなと思ったんだけど、やった方がいい、俺しかやってねえと思って今。やった方がいい、どっちですか。やって、次から、次からやって、次から。で、俺はね、当たったら必ずカットバスにした。まあ必ずホームランにはしなかった。うわ、なんかずるいぞ、なんかずるいぞ。そう、だからホームランだったら K さんが2点よ、ホームランだったら K さんが2点よ。いや、なんかそんな感じするよ。いやだ、そしたらホームランバットとかになるかなと思って。そう、なんか黄金バット、カットバス、そう、あくまでカットバスレベルで、あのちょっとしか当たってないのにカットバスみたいな。でヒットもあるよってこと、ヒットもある、作中でヒットもあるってこと。エラーもあるしって、なんだ、誰が誰がエラーがあるの。エラー、ファール、ファールもある。あ、ファールね、ファールでもいいの。そうそうそう、ファールもあるから、うん、そうそう、当たったら必ずホームランとちょっと違うでしょ、ニュアンスが。まあね、全然違うね、はいはい、正解は打者用のバット、振り回しさえすれば、うん、ボールに必ず当たる、うん、ああそっちかー。ですが、あ、第2作、うん、第2期では、うん、誰でもヒットやホームランが打てるになってるので、うん、おい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 、高橋さんじゃないかな。来た、俺完璧当たりやんじゃん。いやいやいやじゃないよ、いやいやじゃないわ。カットバスっていうちょっとなんかずるい言葉使ってたから、ちょっとずるんじゃないそれは。でも、まあ、どのように口頭で言ったよ、俺口頭で言って、ホームラン以外もあるっていう。いやでもそんなこと球が打てる言うたね、俺だってそんな。いやホームランって言ったよね、でもケイさんはホーム必ずホームランって言ってて、じゃあ俺はそれから変えるよってちゃんと言ったやん、俺。言った言った、俺言ったよね。言った、ヘッサンも言ってたね。言ってたよね、俺は言ってたよちゃんと。でも俺も言ってたよ、球が打てるって。いや、1点はあげてもいいけどさ、ね、1点くれる。1点は入るでしょ、1点は入るでしょ、まあ、1点くれる、1点はいいか、まあ、1点はいいんじゃない、ね、1点はさすがにね。俺2点もしかして、もしかして手にそれ、いいよ2点にしても、やったー、もしかして手だけど。もしかして2点。もしかして嫌な時に使わない、もしかしてって結構。そういい時にあんま使わないけど。もしかして似たよな。あれ、ケイさんもうおしまいじゃん、うん、いやでもなんか俺不利な気がするな、ちょっと今日逆に、うん、今日ちょっと、そう、なんで不利だ。なんで不利なんだよ。高橋さんが知ってそうな問題出てる。いや、それもあるし、違う違う、知らないよ、知らないよ、それもあるし、うん、あのなんか、うん、あの俺が先にバーンって今出してるから2回。あ、じゃあ俺が出すわ、だから。じゃあ俺が出す、ね、ちょっとそれでないか。うるせえ、うるせえな。すげえ、人が正解したら噛みついてくるし、その後もすげえ言ってくるし。じゃあ、いや逆で出すわ、ね、悪いね、逆ね、はい、いいよ、じゃあ逆でいいよ。逆で1回ちょっとやる。
これで俺2点取りてえな、ここまで言われたら。次タイムドリーマー、タイムドリーマー、タイムドリーマー、なんだそれ、タイムドリーマー、時間、うん、ドリームキラーじゃないよね、ドリームキラーじゃないもんね、何ドリームキラーって怖いな、なんかこう夢を壊す人みたいな、人のさ夢とかさ、はい、頑張ってる人のそういうのを、うん、いやお前には無理だよみたいな、こういうやつ、うん、をドリームキラーっていうじゃん、どんな道具だよそれ、あ、道具っていうかさ、なんか現実世界っていう、そういう人がいいんだ、ドリームキラーっていうね、うん、頑張ってる人とかさ、いろんなチャレンジとか夢をかけた人に、おじさんとか、お前がそんなことやっても、うん、プロにはなれないよみたいな、まあ、向こうひどいこと、ひどいやん、これのこと、ドリーこれそれドリームキラーだからそれ違いますよ、タイムドリームキラーじゃないでしょ、タイムドリーマータイムドリーマー、ね、タイムドリーマーね、うん、キラーつけないで勝手に急に何ね、急にケイさんやりそうじゃんドリームキラーケイさんちょっと俺結構昔そういうのやってたタイプだから、ね、やばやばいやでも今は血が変わったからね、そのあれよ、 YouTube 始める前は結構そっち側の考え方だったけど、なるほどね、そこからは変わったからね、ドリームガードな、今そうドリームガードな、そういう人を守りたい何ドリームキラーの反対はドリームガードな、でっかいシールドで守ってるビッグシールドビッグシールドガードな、ドリームガードな、投げビッグシールドドリームガードな、投げで、なんだっけ、タイムドリーマーよ、タイムドリーマー、タイムドリーマーってなんだ、どういうこと、それはまあ難しめではあるか、うーん、どういうことなんだ、まあこっちで行ってみるか、これは結構分かれそうだね、いろいろ、うんね、うん、ドリーマーがちょっとニュアンスがだいぶ変わる、ドリーマーって何で、まあ夢を見る人とかね、夢追い人とかも言うし、間があったか言わないっていうのもありそうだったね、教えなそうな意見だったよね、すごいヒントをあげないみたいなね、いや悩むな、どっちで行こう、ちょっとなんかわかんない、はいはいはい、では、うん、高橋さん、はい、はい、俺からね、チャチャチータイムドリーマー、これを使うとタイマーセットした分だけ夢を見れるんだ、ほう、どういうこと、いやだこれ悩んでる、この悩んでる、 今すごい悩んでる、理想の方の夢か寝てる方の夢かで今悩んでる、そこ結構大事よ、はい、大事だよね、これ言っとかなきゃだよね、だから、うん、なるほどね、いや俺寝てるにしよう、寝 て, まあ、寝てる夢ね、うん、タイマーをセットして、うん、その間例えばじゃあ1時間セットしたら1時間分、うん、その寝てる時の夢を見れる、うん、はいはい、そっちにするわ、夢を追う、うん、あの理想を叶えるの夢じゃなくて、うん、寝てる時の夢、はい、うんうんうん、ではケイさん、はい、バーン、なんだっけ音楽、チャイムドリーマー、チャララランだっけ、うん、なんかね最近の難しいんだよ、あ最近そんなだったっけ最近違うんだ、なんかチャチャチャパッパババーンみたいな、なんか難しい声でやりづらい、バナバナバン、はい、じゃあいくよそんなだったババンバラバラバーン癖ありすぎだろ、気持ち悪いの出てきそうだよ、なんかなんかキモいの出てきそうだよね、漫才っぽいね、今出てきた子はね、バンバラバラバーンキモいよ癖あるな、タイムドリーマーどれも癖ある、夢の時間を操れるよ、お夢の時間、うん、どっちの夢、まず夢の時間を操れます、あの夢っていうのはその寝てる時の夢ね、寝てる時の夢、一緒か、あ一緒だ、じゃあ一緒じゃない、うん、同じだよ、夢のなそう夢をコントロールしたいみたいな、なんかのび太くんが言ってて、はい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 、いい夢見てたのにみたいな、なんかそういう感じの、はい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 、流れ、くだりも言ってくれるどういう夢なの二人とも、俺は見たい夢、俺見たい夢だな、あどういう夢かをコントロールするってこと、それもいけるだって、そうじゃなきゃな、あまあなんかむずくない、何でもいいからってこと、計算はそれでもいい、何でもいいから夢、なるほどね、うん、これ何、うん、まあ何でもいい、まあでもそうか、確かに見たい夢の方がアイテム感あるよな、まあアイテム感が見たい夢だね、うんまあここに関しては前半後半関係ないけど、ね、お互い話し合って見たい夢でいいの二人とも、じゃあ同じ、まあ、見たい夢じゃない、
うん、同じだよ、そしたら同じでいい、うん、いいよ、追いつけないよ、結果同じじゃねえか、結果お結果来たじゃねえか、こっちに。でタイムドリーマー、いい、うん、はい、前に見た夢をもう一度見ることのできる道具、あ、前もって時間を指定し枕にして寝ると、うんうん、その時間に見ていた夢を見ることができる、うん、あ、難しいですよね、結構難しくない、ちょっと条件がすごい、むずいな、条件むずいね、前の夢を見れるの、前に見た夢をもう一度見ることのできる道具、はい、まあ見たい夢っちゃ見たい夢だもん、まあそうだね、まあ、ですが、まあ、ここタイムの概念がむずいんですよ、タイムが全然違うな、前もって、まあ、時間を指定し枕にして寝ると、うんうん、その時間に見ていた夢を見ることができる、だからむず、うん、いつ見てた夢みたいなことだよね、多分だからね、はいはいはい、ね、その時間把握してなきゃいけないわけだよ、むずいよね、なんじゃこりゃ、ね、すげえクレーマーすげえクレーマー来たら同点だったんだから今日すごいね、クレーム率高いね、なんか今日すげえクレーマーだな、この人すげえクレーマーだよね、いや無理じゃんそれ、なかなか、うわそうだけど、ね、だむずいなと思ったけど、うん、2人と同じになんなかったらさ、まあまああっちの夢を言うかなとか思ってたけど、ね、ああそう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 、ね、そっちも思ったんだけど、まあじゃあ1点ずつね、はいはい、まあ追っかけてる夢はなかなか難しいんじゃない、はい、うわまあまあまあね、いやいやドリームキラーになりつつあるよ君、なんかさっきからそれは難しいんじゃないドリームキラーや、違う違う、そのもうアイテムでって意味よ、道具でなんかそれをやるのは難しい、やっぱそこは実力で頑張ろうよって応援してあげたい、やっぱり、うん、すごいな、今日クレーマーだなクイズクレーマーだね、これ、ね、クイズクレーマーだから今日じゃあ夢つながいくよ、うん、お夢グラス、はい、夢グラス、グラスっていうのはコップ、あのまあグラスってそういう意味あるよね、飲む方、それは分かんないです、飲む方もあるし、あそれは分かんない、あとあれもあるよ、あれもあるわ、そっちか、じゃあそっちじゃない、じゃあそっちだろ、言わないだけよいやどっちだ、どっちで行こうかな、悩むな、ドラえもんがいる世界って楽しいのかな、急にどうした急にどうした、何でもできちゃってあんまな気もしますよね、うん、まあそうだね、いいじゃん、楽しいと思うけどな、そうそうだ、この人チート大好きな人だった、ドラえもん言ってくれたらね、ドラえもん道具出してよって言うよね、出してよって言う、まあね、それはね、うん、まずは基本的にはもうここでもドアは常に置いといてほしいよねまあねあ、でもあれ置きっぱにしてたらずっと出てちゃうのか、その閉めりゃいいんじゃない、そこしか、うん、でも閉めたら、閉めてもずっとあのピンクのまま置いてあるんでしょ、あれって、あの要は4次元ポケットしまわないと、そうじゃん、いや例えばさ、家そんなとこでミニマリストいいや、別にずっと家に置いといてさそんなとこで物少ないのいいのじゃあ、じゃあ、じゃあ、ずっと家に置いといて、うん、例えばつなぎっぱにしとくじゃん、例えばじゃ あの東京タワー行きたいってさ、行ってさ繋いでいっぱいしといたら、うん、ずっと東京タワー側にもその表示されて、あー確かにそうかもしれない、両方に置かれちゃうね、そうそうそう、でずっと家と繋がったら、うん、勝手に入ってきたら家が人来ちゃうじゃんっていう、あれって出てる間繋ぎっぱなのかな、多分そうだよね、だよね、ドラえもんがしまわないと、そうだよね、あのその向こう側は消えないでしょ、そうか、つら結構、うん、だから要するに4次元ポケットも借りてなきゃダメだ、でもどこどこ、うん、行こうって言ってから出してるっけ、あれ出して言って宣言して繋がるんじゃない宣言してからかけてるね、うん、そうそう、多分ね、出してから、うん、制約はないのか、そこにそう、ハンターハンターじゃないから全部失うんだよ、僕の皮膚を3枚ちぎることで発動するんだ、みたいなじゃ怖い怖い急にハンターハンターになるやん、そんなんやったらいろいろ失う、伸びた何も残ってないもん今まで、伸びたくんの臓器一つ捧げれるかい、怖い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 、契約すぎる、怖い怖い、そんな契約でやってないよ、あれ、もう灰しかないよ、灰しかない、灰以外ねえのかよ、もうよく生きてんな伸びた、おいそんな使わなきゃいけないの大将、やだな、やだな、もうここまでで相当使っちゃってるもん、今日4つで、そこまでだったら別にやばい、ね、これほどはいらないな、もうそこまでかけてホームラン打たなくていいよな、うん、黄金バットとかな、ではKさん、はい、あ、たかしさんの方がいい、どっちがいい、あ、俺ね、あーいいよ、まあ、たかしさん結果とか、これ別に後から変えれんだからね別にいいや、別にはい、チャチャラチャチャチャ夢グラス
よ。夢のこれをかけると夢の光景が見れるサングラスだよ。なんだちまあなん夢の光景ってそこがすごいむずい。どう言ったらいいかな。ここがおもろいんだよな、ね、そう決めとけ夢っていやそうなんだけど、そうなんだけどちょっと伺ってるよね今この様子を、ね、ちょっと伺っちゃったよね今ね。どっちの夢やってるよね。また夢って違う、あれだよ、その理想の方。あ、そっちね、今回は、ね、これは寝る方じゃなくて、うん、こういう風景が見たいみたいな、例えばね、光景、うん、こういう光景が見たい、夜景が見たいとか、いやどうしようかな、うん、多分ドリーマー、そんなに夢追いの方は多分これサングラスで見えないと思うから、うん、もう自分が理想に見たい風景とか光景が見れるみたいな。おー、なるほどね、うんうん、例えば夜景が見たいみたいな。だったら夜景が見える とかね、見える、夜景が見えるね、うん、それでいいんじゃないかな、うん、あ、まあむずい、これだからどの範囲までそのこの夢が反映されるか、まあ一旦それでいこうかな、まあ、はい、いわゆる風景というかね、でこの人がこうしてる風景も見れるみたいな、うん、風景、はい、これで、はい、はい、では計算、はい、様子ね、はい、様子、はい、いきます。バンバラバン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 長えな、長くなってるやん。夢グラス、自分の夢が叶ったものが見れるよ。お？何見れるよって、何それは。自分の夢が叶ったものが見える。どういうことだよ。どういうこと？なんてなるね絶対。一発じゃ無理だね。のび太くんじゃ。佐藤のび太が言う。佐藤のび太がね。どういうことドラえもんって聞いてくれるのね。まあ、のび太くんは理解力がないなぁ。いや、すげえな、すげえディスってくる。これは、自分の夢が叶った姿が見えるメガネ、サングラスか、サングラス、メガネだよ。要は、君が例えばケーキ屋さんに将来なりたければ、将来ケーキ屋さんになっているところがイメージできたりするよっていう内容です。ちょっとゆっくりなんだ、喋んの、うん、なるほど、ね、そっちの方ね、夢が叶う方ね。そうそうそう、夢が叶ってる状態の、まあ、プロ野球選手とかなら、夢その自分がプロ野球選手になってるものがそこから見える、はいはい、メガネっていうかね、かけてることで見えるっていうような、まあなんつうのやつ。高橋さんは、はいはい、まあ光景だね、だから俺に関しては光景、うん、そこまでその何し未来の姿とかは見えないかな。未来の姿とかは見えないと、うん、正解は、はい、これを使うと眠っている人の見ている夢を見ることができます。うわなるほど、夢を覗き見ね。覗き見です。でもサングラスというかメガネ、サングラスのサングラスだね。サングラスで夢メガネというものもあります。そっちは覗くだけじゃなく入り込むこともできるらしいです。うーそっちは夢メガネの方がいいや。女優か入れるってやだね、人怖い ね入れる、気持ち悪いね、なんか ねなるほどね。静香ちゃんがお風呂の夢見てたら入り込むんで、うん、いやいや別に、なんで夢じゃなくても入ってるよ、のび太もう現実で入ってる何回か夢でも入りたい、うん、あそうか、ちょっと違ったか。じゃこれは違うね、そしたらちょっと違うんじゃない2人とも。うん、サングラスってアイテムだけだね違うないと思ってる。まあなんかこう夢の部分だけちょっと引っかかってるかなっていう。えそれ夢グラスだからね。いやいや かなってね、からじゃじゃ君は未来の理想の方の夢って言ってたから引っかかってないですよしかも夢グラスの夢はまあ入るだろそりゃ夢ってワードは入れるね、それが寝てる方の夢って言ってたらそれはね入るけど、うん、ああそっかそっか、すごいなんかクイズクレーマーだなクイズクレーマークイズクレーマーって何そもそもクイズクレーマーすぎねえ、クイズクレーマーすぎクイズクレーマーってなんだよ、聞いたことないドリームビッグシールドクイズクレーマーはい、うん、ということで以上です。ああ今のはもう0点ね、お互いね最後0点なの。最後0点、そんなやってたんだ、まあ、一緒だもん、サングラスだけだから、うん、はい、はい、じゃあ勝ちだ俺、やったやったケイさん弱かったねいやまあでもまあ、あんま変わんなかったと思うけどな、あまりしかも後からと
か言ってたのに、うん、一緒だし俺と後がいいよとか言ってて変えといて一緒だもんな、うん、最初にもまあ後が良かったんだ絶対に。そうね、絶対そうだと思うやっぱ、うん、そうなの、うん、そうなの、うん、やっぱり後の方が力発揮するタイプね、うん、なんだよはい、またやりましょうこれ。これ面白いね。やっぱね。これ無限にやれるもん。うん、めっちゃあるから、うんうん。またやりましょう。また見たいぞという方もお願いします。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。次も見てください。明日も楽しもう。またね。クイズクレーマー。それ何なんだよ。